はい、皆さんおはようございます。ね、今日もちょっと質問がね、溜まってるんで、ただね、前にもちょっと言いましたけど、なんとかな、この質問については、皆さんに役に立つようなね、あれで、ぜひしていただきたいっていうのと、あんまり個別すぎてですね、いうものは、ね、なかなかほら、答えにくいとか、あとほら、この業者どうでしょうかとか、そういうのはね、ちょっと答えられないので、まあ、ご質問される方もね、ぜひちょっと、なんとかな、ちょっとね、皆さんが範囲が広いような質問が好ましいので、ぜひそういう質問をしていただきたいなと思うんですけども、今日はね、これ誰だ？名前消しちゃった、ごめん。過去のね、質問を、そのコピって貼っておいてですね、資料として今、お答えするんですけど、ちょっと名前のとこコピーの忘れたみたいで、すいません。はじめまして。素晴らしい情報ありがとうございます。あまり人様に相談することがなく、様々な見識のある倉橋さんにご意見伺いたくコメントさせていただきますと。実家が都心でマンションやテナントビル、土地などを所有しており、貸し出しています。なるほど。これから社会勉強、実務勉強として、不動産や投資の業務に就職を考えて、大学生なのかね、日系企業か外資どちらが、倉橋さんとしては、ね、どちらがおすすめでしょうか。自分としては日系大手グループが勉強になりそうだと考えています。外資の大手だと営業力が少し自信がないためと。でまた結婚相手はどのような方おすすめとかありますか他の兄弟も継ぎますが、家族は今後関わることも増え、家業は今後関わることも増え、理解のある方の方が良いかと思い、関連した能力のある方が良さそうと漠然と考えてますと長文失礼いたしました。で追加で説明不足でしたが、資産管理会社か資産運用会社に就職するのが良いのかなと考えております。受かるかわからないんですが、現在の希望としてですと、まず業務を覚えたり慣れたりできたらと考えているので、日系大手が良いのかなと考えています。ベンチャーなどでも良いのですが、後々家業を継ぐ際に日本人が聞いて分かりやすい会社の方が従業員や取引先からの信頼も得やすいかと考えております。このあたり実際どうなんでしょう。たびたび失礼しましたっていうことなんだけど。まあね、地主さんによくありがちなんだろうな。ねえ、まず恋愛関係ってさ、まあ、そういうことでもないような気がするんだけどね、まあ、よくね、地主さんのお子さんが、ね、なかなか、ね、結婚できない理由ってそういうところにあるよね。親がね、いろいろ憶測を考えてね、でなんか家を目当てでね来たんじゃないかとかさ、まあね、実際そうなのかもしれないけど、そうじゃないこともあるわけじゃない。そういうようなことで、ね、結婚相手を決めるっていうよりも、やっぱりさ、ね、まあいろんな生活とか家庭のさ、レベルみたいなのもあるよね。だけどそれをさ、超えてでもね、ある恋愛っていうのもね、当然あるわけであってね、それはさ、やっぱりあんまりそういうことを考えなくていいんじゃないかなと思うね。前にもね、質問を受けてね、実業家の奥さんってどういうのがね、いいんでしょうかなんて言うけど、ね、まあ、この人はだからその家を継ぐってことでね、いろんな資産がね、そこで、入ってくるんだろうけど、まあ、それはそれでさ、ね、次の事業機会を目指すんであれば、そこはあんまりね、こだわる必要ないのかなっていう気はしますね。で、あと、まあ、実家がね、都心でマンションとかテナントビルとかね、所有しているってことであれば、ね、なんか外資系とか大手のね、グループっていうことを考えてるみたいだけど、僕はね、そこで学ぶことってないんじゃないかなと思いますよね。だって家業を継ぐんだもん。だから、その家業を継ぐことによって、やるとすればね、やっぱりその、資産管理会社とか資産運用会社っていうよりも、プロパティマネジメント関係、PM 関係の会社に行った方がいいんじゃないのって思いますね。もう、なんとかな、数多く、ね、その、賃貸管理をね、してる会社ですね。むしろ、ね、中小とかの方がいいんじゃないのって思いますね。だって、将来的には自分そこでね、事業を継承するってことになれば、一番学べることって、多分、そのね、お手持ちの物件を、その、管理してる会社とか、そういう会社に就職した方がいいんじゃないのと思いますね。その方がいろんな意味で分かりやすいじゃん。だから、これからいろいろ就職考えてるってことなんだけど、うちなんかひどいからね。ひどいってのは何かっていうとさ、僕のとこは今3人育ってたかね、で、未だにね、お付き合いとかもあるんだけども、うちの会社はね、創業当時、ね、こういうね、方が、いろんなことを学びたいっていうんで、親御さんからね、毎月、高い人は30万円、で、安い人でも20万円をいただいて、ね、仕事をしていただいて、実務を勉強してもらって、で、夜、ね、当時は6時から僕が2時間くらい、ちょっとレクチャーしてあげて、で、今日やったこととかそういうものについてどうするのかとか、あと相続対策のね、相続税の計算方法だとか、そのシミュレーションを入れさすとか、で、そのね、シミュレーションを入れた後に、じゃあどのような具体的な、相続対策があるかっていうのをね、教育してあげて、で、実際そのね、多いので、多いって言ったらね、あれだね、一人はもう5年くらいいたか。で、最初、だから、ね、3ヶ月か6ヶ月の話だったんだけど、実家に帰りたくないなんて話になって、結局そのままうちに就職したんで、今度は給料もらうどころかね、払ってあげて、で、そんなやつもいれば、大体6ヶ月か1年くらいで、家に帰ってね、その実務をやりながら、また何か質問があれば、来たりなんかしてね、結構、優秀な連中でしたよ。だから、この就職するときに、僕は一番最初にね、不動産会社を選んだっていうのは、たまたまね、教訓っていう本にね、書いてるんだけど、その中にも書いてありますけども、アマゾンで教訓っていうね、本売ってますので、よかったらご覧になっていただきたいんですけど、たまたまさ、学生時代に自分で、起業しちゃって、で、その仕事はダメになって、で、飲食店を目指したんだけど、結局不動産屋さんに騙されそうになって、で、不動産屋さんと戦った結果、この業界だったら勝てると思って、25の時に未経験でこの業界入ったんだよね。で、その時に一番最初に考えたのは、なるべくちっちゃい会社に入ろうと思ったわけ。っていうのは、ね、賃貸も売買も、やってる会社で、いろんな勉強できんじゃん。で、また、その会社がね、成長すれば自分もこう成長できるから、っていう意味でね、当時は職業安定所ってとこ行って、ね、なるべくちっちゃい会社紹介してくれって言ってね、で、前職の会社に入ったんだけど、やっぱり断られましたね。未経験で25でね、不動産業界やったことないっていうことで、断られましたけども、なんとかね、前職の会社では拾っていただいて、かなり、ね、勉強させていただきましたよ。だから、どうせさ、家業継ぐんだったら、その家業になるべく近い業界に行った方がいいんじゃないの？だって、この、ね、日系の大手の、不動産会社のね、課長クラスの人も結構お付き合いあったりしてね、で、どことは言えないけど結構大手ですよ。で、そこの課長さんが、ね、僕のとこ相談来て、もうなんか、独立したいって話になって、僕は辞めろって言ったのね。だって、さ、肩書きからさ、ね、自分の肩書きから、この、ね、その大手の名前なくなったら、できるような人じゃないんだよね。だから一応僕は止めたんだけど、まあ、結局やめてね、なんかでかい規模のその開発関係のコンサルやるなんて言って夢語ってたんだけど、結局ダメでしたね。だからそのさ、この大きなプロジェクトを動かすっていうのはさ、いろんな人がかかってこうーっといくわけだよね。だけどその実家のさ、そのマンション、テナントビルね、土地などかだと、それを運用するっていうことになると、その人たちとまた違う仕事なんだよね。だからむしろ例えば法律勉強して、例えばね、家賃の滞納があったり、契約違反があったり、まあ、そういうものに対してね、どう対処するかとかいうことを日々さ、ね、やって、でさらにこのほら訴訟関係とかもね、結構勉強しなきゃいけないだろうし、結構時間かかるのよ。だからそういう面では僕はその外資系とかそのに、ね日系の大手とか、まあ、そういうところじゃない方が自分のためになるような気がしますね。だから多分これ学生さんなのか、まあね、分かりませんけども、若いんだろうな。だから、まあ、世間知らないからさ、まあ、こういう話になっちゃうのかもしれないけども、やっぱりこれはよくお考えになってね、そういうところのプロフェッショナルのところに学びに行ったいんじゃないですか。まあ、極端だったら CF ネッツにさ、ね、ね、賃貸管理も不動産投資もね、いろんなことやってるわけだから、まあ、大手じゃないけど、まあ、大手の傘下に入ったんで、で、まあ、CF ネッツなんかもね、面接されたらいいんじゃないですか。ということで、なんかためになったかどうかわかりませんけども、まあ、世の中のね、その、まあ、地主さんとかね、言われてる、後継者の人っていうのは、まあ、様々なね、葛藤があると思うんだよね。一般人にはね、その、理解できない葛藤があるんですよ。僕もね、多くの地主さんのお世話させていただいてますけども、やっぱりそこの息子さんとかね、ね、その、このお子さんのね、いわゆる奥さんとかね、結構見てるとさ、やっぱり自由がなかなかない感じするもんね。だから、そういう面では、やっぱり、もう少しね、自由な発想でさ、ね、自分の人生一回しかないんだから、思うようにやったらいいんじゃないの。ね、その石橋叩いてさ、ね、その渡らないような人生って僕はあまりね、面白いもんじゃないなと思ってるんで、やっぱり、ね、まあそうだね、僕みたいな生き方もちょっとね、乱暴すぎるかもしれないけどさ。石橋叩いて壊しちゃうようなことはしないでね、石橋なんか叩かないでそのまま飛び越えちゃうみたいなさ、一挙で生きてきたからね、なんとかね、それで失敗してますけど、まあ、まあ、結局満足できるのは自分のね、しかないんで、ね、自分の満足が達成できるようなさ、仕事ぶりと、ね、人生かやったらいいんじゃないですかっていうふうに僕は思いますね。まあ、全国の地主さん、いろんなね、方いらっしゃると思うけども、ね、ちょっと参考にしていただいて、ね、だって、さあ、まあ、今僕もね、いろいろ考えてるけど、やっぱりこの年になってね、やっぱり今までずっとさ、仕事中心で動いてたのが、まあ、少しずつね、軸足をさ、この一直線じゃなくてね、たまにはこういうことしてみたり、たまにはこういうことしてみたりってやりながら、まあ、結局仕事はしてるんだけど、ね、だけど充実度っていうのはやっぱりさ、過去にやってきたことの積み重ねで充実してるわけだから、ね、若いうちはさ、思いっきり、ね、充実するような、仕事をしてね、で自分のことまたね、実家があるんであれば、まあ、実家もね、まあ、そこの現在あるのにね、その固執しないで、どんどん資産を、ね、組み替えしてみたり、有効活用してみたり、また追加投資してみたりしてね、どんどん規模を大きくされたらいいんじゃないかなと僕は思いますね。まあ、何かあったらね、ご相談いらっしゃったらどうですかということで、参考になったかどうかはありませんけども、ね、またね、ご意見とかご感想とかですね、ご質問とあればまたコメント欄に入れていただいて、今日もいいねとチャンネル登録お願いしたいと思います。それではまた。